1番2番タービン停止、フェアリングシールドクロス、レーザーキャノンリリース、チェスターアルファコネクション、救出よりビースト殲滅を優先してください。ビースト事件に遭遇した人間の記憶を消去する。命令があれば巨人を攻撃する。コモンスター、本当にやる気ある？今の失敗で5割切っちゃったからね。どうする？もう一回やる？確かにマニュアルでの合体は困難が伴う。とはいえメタフィールド、ウルトラマンの作り出すあの空間の電磁特性が解明できていない以上、要するにオートパイロットに頼れないから自分たちで何とかしろってことでしょ。だからこんなに苦労してるんだもんね。集中力を欠いているようだが、コモン、無理ならフォーメーションから外れてもらうぞ。大丈夫です。ただ僕、ウルトラマンを攻撃したくないんですとか思ってんでしょう。ええ、だったらやめなさい。そんな考えの人間とは一緒に戦えない。凪の言う通りだ。まあ、やめるやめないはお前の勝手だがな。あなたこの仕事には向いてないわ。いろんなことが納得できずにいた。この仕事を続けていく自信を失いつつもあった。だけど時々来てますよね。知ってるんですか僕のこと。私もよく来るんです、卒園の準備があるから。ってことは美大生？はい。あの、一つ聞いてもいいですか？はい。いつも動物見てませんよね。動物を見に来てるわけじゃないですから。落ち込むとなんとなく来ちゃうんです。昨日も僕のミスで助けようとした人を大怪我させそうになりました。人を救う仕事なんてやっぱり僕には無理なんです。もうやめるつもりなんですか？やめない方がいいと思う。だってその仕事あなたに向いてると思うんです。動物園って人の幸せが
溢れてるじゃないですか。落ち込んでる時そんな場所に来るってことは、あなたが人の幸せを望んでるからだと思うんです。だから人を救う仕事に疲れたんじゃないんですか。あ、すいません、一人で喋っちゃって。あの、頑張ってくださいね。あの、また会えませんか。僕、顧問と言います。サイダ、リコです。初めて会った時も風が吹いてたよね。初めて会った時？忘れちゃった？ううん、そんなことない。504にビースト振動波確認。ナイトレーダーにスクランブル要請。ねえ、うちに寄ってかない？え？前に言ったよね、いつか家族を紹介するって。今日はちょうどみんないるし。あの、そう？ね、いいでしょ。
最近めったに会えないから。うん。ごめん。コーンです。出動よ。ポイント526まで急いで。何？了解。行かなきゃ。念のため病院に行こう。大丈夫、私は平気だから。でも顧問君は自分の仕事頑張って。リコ出動なんでしょ、人を救う仕事だもん、急がなきゃ。君の家には今度必ず行く。参加させるビーストか。バースト、なぜ俺につきまとう。その姿では私と戦えない。まとえ光を。隊長、顧問です。通じない。警告。顧問隊員、着いたらすぐに連絡しなさい。副隊長、実は。言い訳は後で聞くわ、急いで。はい。いつまでその姿のままで行きだ。私の作り出す無限の闇がそんなに怖いか。なぜそれほど俺との戦いを望む。楽しませてくれ。
トラマンが二人？角のある方が以前正反対の波形を出したやつか。ターゲット共に殲滅してください。一方はコードネームウルトラマン、もう一方も極めて似た個体です。共に殲滅。消えた。ビースト攻撃開始。了解。どうして。スペクトル分析の結果が出た。奴の振りまくガスは可燃性だ。下手に攻撃すると誘爆を引き起こす。ビーストの進行方向約8キロ先に進行密集地があります。 CIC 作戦の指示を。花粉ごと消えた。メタフィールドか。各機ストライクフォーメーションに移行。メタフィールド突入後はビーストの殲滅を優先してください。ストライクフォーメーション。訓練じゃないのよ。分かってるわね。はい。ナギ、合体管制は顧問にやらせる。え、どうして僕が。あのビーストをメタフィールド内で殲滅できなければ町に多くの被害が出る。ならばお前のなすべきことは一つのはず。違うか。ですが隊長、顧問隊員は。俺は顧問を信じる。了解。完成プログラム SD キャンディデート2バージョン5。キャンディデート2バージョン5レベル6。了解。キャンディデート2バージョン5レベル6。了解。セーフチェッククリア。ロード完了。プログラムタイマー既読信号受信確認。対衛星マスク継続中。セットイントゥストライクチェスター。チェスターアルファコネクション。
生きてる。副隊長？リコがこんな場所にいるのか、その時の僕には目の前で起きていることがまるで理解できなかった。援護してみせろ。